全然書房私の本棚、天書房から今日のおすすめです。世界の可愛い本の街です。本好きにはたまらないタイトルかなと思いまして、紹介します。私もですねこの本を見た時に嬉しくなって、早速手に取りました。私は神保町が大好きで学生の頃よく行ってました。今はなかなか、街の中に本屋さんがなくなってしまっているので、もう神保町に行くと嬉しくてたまらなくなるんですね。でこういう街が世界中にあるのであればどんなに素敵だろうと、思っていたところこの中には、そういう事例がいっぱい取り上げられています。写真もいっぱいありますのでまるでこの本を読んでいると、世界旅行に行った気分になります。世界旅行と本の組み合わせ、本好きには最高の、組み合わせだと思っています。本屋さんがもし素敵な本屋さんがあったとしたら、本を買うだけじゃなくて、いろんなことをしたいなと、思いますね。例えば本屋さんに泊まれたら素敵かな、それから劇場のような本屋さんがあったらいいよね、それから、実はですねこの本の中に結婚式を挙げている様子もあるんですけれども、そういうユニークな本屋さんがいっぱい世界中にはあるそうです。ぜひ中を見ていただければ、私もこんなことが本屋さんでしたいなって夢が膨らむかもしれません。それからちょっとトリピアの知識ですけれども、住民あたりの、書店数は世界一の都市はどこでしょうか、そういうようなこともわかります。ちょっと意外な都市です。そういうような本の、豆知識も仕入れながら読んでみると楽しいのではないでしょうか。今、本屋さんがどんどんなくなってきて、この前線の近くでも本屋さんが、なかなか、見当たらないかなというふうに見受けています。実際ですね今度私の本棚が始まることになって、町に本屋さんが戻ってくるということを嬉しく思っています。ぜひ皆さんも、訪ねてみてはいかがかなと思っています。